目の前に広がる雄大な景色、南の方からは心地よい風が吹いています。そんな絶好のロケーションにあるのが海上アスレチックです。須崎市の浦の内湾内に設けられている夏限定のレジャー施設、海上アスレチック。滑り台や運転が楽しめるほか、バナナボートなどのアクティビティも体験できます。めっちゃ楽しかった。何が特に楽しかった？バナナボート、スピードが速くて、風が来て涼しいところ、爽快で、水温もちょうどよくて楽しいです。絶好の海水浴日和に恵まれ、大人も子どもも全身でレジャーを満喫していました。楽しみにしとって、晴れて海上アスレチック来れてよかったです。目とかはしょっぱくなるけど、まだ怖いところもあるけど、楽しいです。すごい景色いいですね。ね、満喫したね。暑かったけど、なんか冷たくなって涼しかった。須崎市浦の内湾の海上アスレチックは9月末まで。夏休み中は毎日オープンしていますが、予約をするのがおすすめです。